半幕の本家の半間岩先生です。2019年1月2日になりました。夜中ですね。YouTuber もですね、アクセスが多いところでも芸能界の普通のテレビでもですね、民間の放送テレビでもですね、電波放送テレビでもアクセス多くても人間なんで無能なんで、もうほとんど誰も聞いてませんね。見てもいません。つけてはいるけれども、アクセス多いですけれどね、みんな人間って話したり聞いたりすることができないんですよ。それでね、無能なんですね。だからスイッチ入れてても全然見てる真似してるだけで仲間なんでね、無能なんで話は全然聞きませんね。で人間との話したり聞いたりできないから、宇宙生物が聞くんですね。内容が良ければね、それで反応するんだけども、それで人間を動かしてるわけです。宇宙生物がね、上の知能の生物、またたくさん集まった知能を持った生物がね、聞いてね、生物を動かすわけですね。反応してね。ですから、NHK も前と比べたらもう1億分の1の、ね、内容しかな、もう全然見てなかったりしてますね。事実上ね、1億分の1もなかったりね。今年なんか、去年なんか31日なんかひどかったんじゃないですかね。アクセスは多いと思うんだけどね、誰も聞いたり見てないっていう感じですね。人間は見てるかもしれないけどね、宇宙生物が全然反応しないっていうことは、人間たちを動かしませんから。人間たちって無能だからね。で、あとね、 YouTuber でも多くアクセスがあるから権限があるんだとか力を持ったんだっていうのは、それは無能だから、いくらアクセスしてる人いても聞いてるしないんですね。でたらめの話ばっかしなんで、聞いたら事故を起こしますから誰も聞かないんですよ。だから一部だけは聞いてもね、そういうことなんで。だからじゃあその人が多く動くぞということで力見せるぞって言って、これはね、仲間でね、ある程度はそう見せればいるんだけど、実際は聞いたり見たりしてませんから、内容に対してね、アクセスは多くしてもね。だからあんまりやってるとみんな疲れてきたんで、そろそろみんな敬遠し始めたんでしょ、できたんですよ。っていうのは全然見てないよっていうことでね、アクセスあるけどね。だからいくらアクセス多い人がね、ね、1億人以上アクセスあるような人でも言ったって全然みんな動かないしね、めんどくさいって言って、ね、見ても聞いてもいないからって言ったよ、仲間だからってしょっちゅうそういうことやるのはね、ということなんですね。多少はやっぱり電話とか連絡もみたいになるので、そういう意味では多少は力ありますよ。だけどほんの少しですね。で、私なんかアクセスなくても一番聞いてるし、ただ適当に人間は見てるから、上のせいでだからね、ノウハウしか聞いてませんけども、みんな全員よりか聞いてますね。アクセスなくても世界一多いですよね、私の方のこの YouTuber の作者、私に対してはね、地球人は一番多いです、アクセスが。 YouTuber のアクセスなくてノウハウのね、だから的確に聞くために仲間同士でノウハウ聞いてね、敵行動を探って徹底して情報を伝えて聞いてますけど、人間たちの場合は無能だから全然聞かないですね。だから私が見るもののテレビを見たりとか、ね、私の頭からノウハウから聞いてね、そういうことはありますね。だから NHK なんかも私は見ないから誰も見ないですね。私の頭聞いて動くから。で、人間自身は聞いたり
話したりすることできないから団体でできるわけですね。だからその宇宙全体が動かす状態、内容が良ければ動かすわけですね。人間たちも動かすわけです、ね、で そういうことで人間たちでやってると無能だからないですね。私が入ってなければほとんど無能だから意味ないことだし、聞いたら間違いになる、ということで宇宙生物全然聞かないですね。で、まあ私が管理して動いた時はね、よく多少は聞いてましたけど、 NHK なんか管理した時ですね、お金払わないからもう NHK はね、私の方にねお金払わないからもうやめちゃいましたけど、ね、お金払った時は少し動かしたさせてあげたわけですよ。まあそんなことでね、ちょっとYouTube アクセスが多くたって誰も聞いてないよということをよく知っていただきたい、芸能人もそうですよ。全然しずしず誰も聞いたり見たりしてない。アクセスはしてますよというのが現状ですね。やっぱり実際のにですね、実際に内容があること、ね、知能があることですね、それしか動きません。聞きませんということですね。世の中、テレビも。だから、みんな仲間同士でお金配ってるみたいなもんですね。ただ、見てもいないのに。ということをよく知っていただきたいですね。ね、多少は見てるけどね、うん。そんなことで。どうもありがとうございました。お餅をやってましてね。どうもありがとうございました。これは私ちょっとゲームやっててね、これちょっとやってたんですね。やっとレベルアップしたんですけどね。これは明日の12時ですか、今日の12時ですかね、仕事の準備ですね。あと7秒ぐらいですかね。餅を食ってました、餅を、ね、